48の森安まどかです。第9回 AKB48 選抜総選挙第33位、さ、第31位、ありがとうございました。もう一度リフレインだ。お送りしたのは AKB48 希望的リフレインでした。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、 F まどか、まどかの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 窓から。時刻は夜9時を5分ほど回りました。改めましてこんばんは。百花繚乱純真カレー、いろんな音色を響かせてみんなのマドンナになりたい、 HKT48 チーム K4 長崎県出身の19歳森安まどかです。イエーイ。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間はHKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからお送りしていきます。あー、ちょっとですね、ちょっと最初から緊張しちゃって、一番大事なところを噛むという、もう大失態をやらかしてしまいました。ごめんなさい皆さん。第31位です、正しくは。目標順位の方を言ってしまいました、ごめんなさい。というわけで1年ぶりの生放送でございます。そして今夜もですね、スタジオの中には私一人きりです。総選挙後は生放送というのがすっかりね、恒例定番になってきました。もうスタジオの中に一人きりっていうのも3回目ですし、だいぶ慣れたはずですって書いてるんですが、全然慣れてないです。すごく緊張してます。何が起こるかわからない生放送です。失敗もあるかもしれませんが、そこは心優しい渡辺さんの皆様、温かく見守ってください。よろしくお願いします。1曲目に聴いていただいた希望的リフレインはですね、AKB48 選抜総選挙が先日開催されました。私もですね、立候補させていただきまして、今年の目標順位が33位だったんですけれども、それは3年前初ランクインして、その後 AKB48 の選抜メンバーに初めて選ばれた時の目標順位なんですよ。でその時の弦を担ぐという意味で、もう一度リフレインという風に、目標を設定させていただきました。今日の森安まどかについて簡単に報告をしてくださいということですけど、今日の森安まどかは F まどデーですね。一日中 F まどしてました。まあ、詳しくは来週の放送でっていう感じなんですけれども、一日中 F 窓でしたね。そして今日のファッション、今日のファッションは白のジージャンにピンクの、トップスに、デニムです。すごくシンプルです。で足元はサンダルです。とてもね、最近暑い日が続いてますんで、皆さん大丈夫ですか、体調の方は。ん、元気だよという声が聞こえております。ここでですね、一通メールを紹介したいと思います。渡辺さんネーム、名古屋の40代ダンディーさんからです。毎年恒例の総選挙後一人で生放送ですが、緊張をほぐすためにも早口言葉はどうでしょうか。朝食ブッフェのフェスタ、エッグベネディクトとトースト、これいけるんじゃないですかね。今もちょっと言えましたし、じゃあちょっと3回言ってみますか。3回ずつね、ちょっといきます。朝食ブッフェのフェスタ、朝食ブッフェのフェスタ、朝食ブッフェのフェスタ。言えず。じゃあちょっともう一個いきます、気を取り直して。エッグベネディクトとトースト、エッグベネディクトとトースト、エッグベネディクトとトースト。あ、これ上手じゃないですか。え、なんで言うんなんですか。え、めっちゃ上手だと思いますよ、私にしたら。え、全然上手上手。ちょっともう一個リクエストがあるみたいです。バナナの謎はまだ謎なのだぞと言ってくださいって。てかこれも言えないんだけどな、すでに。いきます。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、まだ謎なのだぞ、上手。一番得意と言っても過言ではないですね、これは。やっぱジャンルがね、得意なジャンルなんで、はい、安心してください。番組ではですね、メッセージをお待ちしています。メールの送り先は hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8 @fmfukuoka.jp。 今日はツイッターでも募集しています。ハッシュタグシャープ F 窓、綴りはハッシュ記号にアルファベットの F、 ひらがなで窓です。ハッシュタグ F 窓をつけてツイートしてください。
そして私のお気に入りの画像もつけてですね、シャープじゃないわ、ハッシュタグ窓拡散と書いてですね、ぜひツイートしてください。一緒にハッシュタグつけちゃってください。よろしくお願いします。私スタッフさんの携帯を借りてですね、随時追っていきますんで、ツイートのね、ツイートの方のメッセージなんかもね、ぜひぜひ取り入れてどんどん紹介していけたらいいなと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。それではこの後9時55分までお付き合いお願いいたします。それではここで1曲聴いてください。私もたくさん聴いたこの曲です。どうぞ。お送りした曲は AKB48 願い事の持ち腐れでした。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かが生放送でお送りしてます。やったー、ここで1通メールをご紹介します。渡辺さんネーム浜地さんからです。今回は総選挙後の生放送ということで、去年の総選挙後の6月23日放送分を聞き直してみました。そしたら成長してますね。やった、びっくりしました。去年は初めての一人喋りということもあり、春さんや谷まりかちゃん、穴市ひろちゃんというゲストの方に助けられた部分もありましたが、今月8日放送の一人喋りの回では一部ゲストはあったものの、ほぼ一人でこなしていました。今日はゲストはいらっしゃるのでしょうか。ゲストの方との楽しいトークも聞いてみたいですが、まどかちゃんの一人喋りもたくさん聞いてみたいです。これからも頑張ってくださいということです。嬉しい、ありがとうございます。わざわざ聞き直してくださったんですね。でそれで今回の生放送に備えてくださったと。渡辺さんの鏡ですね。もう絶賛、拍手、スタンディングオベーションはい、いやすごいです、本当に嬉しいです。なんか自分じゃなかなか自分を褒めることってできないので、こうやって改めて、ファンの方とかスタッフの皆さんとかになんか褒めていただけるとすごく嬉しい気持ちになりますスタッフさんから別に褒められてないんですけどね、もう一回、もう一ついきます。渡辺さんでもたっくんさんからいただきました。つい2週間前の放送もまどかさんお一人での放送だったので、今回はそこまで緊張されていないんじゃないですか。一人だからといって不安に思う必要ないですよ。後ろに誰かいると思えばいいんですよ。後ろに誰かいますよ、きっと、てんてんてんって書いてますけど、怖いですよ本当に。怖い、この手のメール毎回来るお決まりなんですかね。もう総選挙後の生放送と同じぐらい多分お決まりなんでしょうね。この生放送では怖がらせるって本当にね、このスタジオ一人っきりなんでちょっと怖いです。もう、続いてっていうか、まあもうこちらが本題ですよね。お待たせいたしました皆さん、第9回 AKB48 選抜総選挙についてのお話をしていこうと思います。まず31位おめでとうメールをたくさん、本当にたくさんいただきました。本当にありがとうございます。その中で今回はこちらのメールをご紹介しましょう。渡辺さんネームひょろさんからいただきました。今回はおめでとうのメッセージがたくさん届くだろうから読まれる可能性は低いと思いますが、負けずに送ります。かっこ笑い、読まれたね。総選挙31おめでとうございます。ありがとうございます本当に。まどかちゃんはショールームや SNS で今回の総選挙にかける強い思いをファンに伝えてくれました。その思いに動かされて1票を5票に、5票を10票に、40票を50票にと予定より投票数を増やしたファンも多かったでしょう。私自身も1回だと思っていた願掛け投票を毎日やると知って、その分 CD を買い足したり、投票最終日の朝の755を見て昼休みにもう1票足したりもしました。自分の頑張ったアピールじゃないですよ、かっこ笑い。まどかちゃんの思いに動かされたという話です。卒業したメンバーや、出馬しなかったハルピやピーちゃんのファンで投票してくださった方もいると思います。確かに、こうしてまどかちゃんの強い思いと行動がファンの力を集めた結果が、まどかちゃんの強い思いと行動がファンの力を集めた結果が31位という順位なんですね。31位になったまどかちゃんは最高の笑顔をファンに見せてくれましたね。その笑顔が見たかったんです。頑張って投票したことがすごく嬉しくなります。まどかちゃんの笑顔が大好きです。これからもたくさんの笑顔をファンに届けてください。森安まどかをずっと応援していますという、もう本当にもう心温まるメッセージです。ありがとうございます。嬉しい、本当に本当にありがとうございました。こうして F 窓の生放送、総選挙後の
あの恒例の、やってるとですね、もうなおさら感じます、すごく実感します。なんだろう、ここ2年ですね、なかなか個人的になんだろう悔しい結果になってしまって、去年の総選挙とか特にですね、本当に心残りだったんですよ、自分の中で。ですごくなんだろう、アピール不足だったし、すごく結果とかランクダウンしたっていうことももちろんだったんですけど、それ以上になんだろう、姿勢、その選挙に対する姿勢とか、そういう思いがすごく足りなかったなっていうのが自分の中で不完全燃焼ですごく引きずってたんですよ。もうそれがもう今年の結果とステージでもうすごく晴れる思いでした。すごくもう本当にありがたかったです。皆さんの一人一人のお顔と一人一人のなんだろう、会いに来れない方でもコメントとか、それこそ F 窓のメッセージとかでの言葉一つ一つが本当に浮かんできてですね、もう本当に感無量でした。本当にしか言ってないですね私でも本当なんですよ、本当なんです聞きづらいですよね、ごめんなさい。そしてこうやって F 窓の今スタッフさんが外で見守っててくれてるんですけど、スタッフさんとかのなんだろう表情も見て、すごく嬉しい思いですなんだろう、去年だったらこうはいかなかったので、本当になんか頑張って、みんなと一緒に頑張ってよかったなって思います。改めてこういう時に感じますねそんな感じかな。あとはですね、ちょっとこれ話したいことがあったんですよ。私実はちょっと結構なんだろう、あれなんですけど、帰ってきたら、沖縄から福岡の家に帰ってきたらですね、家族が一人増えてまして、猫がいたんですよこれここで初めて言うんですけど、猫がいたんですよ帰ってきたら。でそしたら事情を聞くと、弟が学校を登校するときに、登校のときに登校のときにいて、猫が。でそれでそのままとりあえず学校行ったんですけど、で学校帰りにまた同じところにいたらしいんですよ、その猫ちゃんが。で黒猫なんですけど、で猫ちゃんがその同じ場所にいて、怪我してたらしくて、目を左目を右目を怪我してて、でそれでそのとりあえずその病院に連れて行かなきゃダメだと思ってから、で病院に連れて行ったらしいんですよ。でそれででもなんか飼う医師とかそういうなんだ預け先とかが決まってないと見ることできないって言われたんですけど、でもとりあえずその怪我が優先じゃないですか。でそれで見てくださいってお願いしてから、そのとりあえずなんだろう、いろんなところに声かけたりしてから、預け先とかその知り合いとかに声かけたりしたんですけど、なかなか見つからないので今家にいるんですよ実は。でそれでその我が家ではその総選挙当日に拾ってきたっていうか、我が家に来ることになった猫なんで、幸運の猫と呼んでます本当に皆さんと私の結果をなんだろう実現させてくれた猫っていうか、31本当に連れてきてくれたと思ってますはい、そんな感じでですね、猫の模様もどんどんこれから公開していきたいと思うので、皆さんぜひよろしくお願いします、猫ともどもはい、ここでですねお知らせがあります。AKB48 の今年の総選挙ガイドブックですね、私のサインを入れてですね1名の方にプレゼントしたいと思います。イエーイ。もうここで今回おめでとうメッセージを送ってくださった方の中から一人ということなので、ここでケンイチさんに、サインを入れてプレゼント差し上げます。ぜひ受け取ってくださいそれではそろそろ次の曲に行きましょう、どうぞ。お送りしたのは HKT48 ハワイへ行こうでした。沖縄の曲がないのでハワイの曲ですF 窓
HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから HKT48 チーム K4 の森安まどかが本日は生放送でお送りしています。さて今回の AKB48 選抜総選挙では目標の33位を上回る31位という結果でしたが、これで満足ということではありません。もちろんこれを機会にさらに目標に向けて加速していこうという心づもりです。こんなメールが届いています。渡辺さんネームハマチーさんからです。まどかちゃん31位おめでとうございます。ありがとうございます。いやー本当によかった、ほっとした。ここからいろんなチャンスにつながっていくといいですね。おめでとうメールや総選挙についてのメールは、多分いっぱい来てると思いますので、私は別の質問をしたいと思います。もしよかったらまどかちゃんの人生設計を教えてください。そして今回の総選挙のランクアップによってそれらが変わる可能性があるのか、変わるとすればどう変わりそうなのか教えていただけると嬉しいです。まあこれから未来についてのお話をしていきましょうということですよね。ですね、人生設計までそんなそんなね大それたことではないんですけれども、私今の一番の夢が専属モデルさんということなので、専属モデルの夢を叶えたいですね。ぜひHKT でも結構高身長のメンバーって珍しかったりするので、結構なんだろうな、明るくて元気で可愛いっていうイメージがあると思うんですけど、こういう大人なメンバーもいるよっていうのを私は声を大にして言いたいと思います。そしてですね、あと CM コマーシャルのお仕事してみたいです。今長崎の岩崎本舗さん、岩崎食品さんのコマーシャルに一人で出演させていただいてるんですけれども、その撮影を通してすごくCM って限られた時間内でなんだろう、その商品の良さで、そして私の個人をアピールするっていう、すごく難しいことだと思うんですけど、やりがいを感じたんですよ、その撮影を経て。なのでぜひいろんなことにチャレンジしてみたいなと思ってるんですよね。CM 出てください見たいですって反応をいただいてます。今ツイッター見たらもっと上って嬉しいな。あ、ちょっとさっきの話題に戻るんですけど、猫の話について反応が来てますね結構。私そうなんですよ、動物苦手なのになぜって来てる動物苦手だったんですけど、この猫ちゃんをきっかけに克服していこうと思いまして、苦手っていうかね、怖かったんですよ今まで。で嫌いとかじゃなくて可愛いって思うんですけど触れなかったんですよね。なのでもうこのね猫ちゃんきっかけにちゃんと慣れていこうかなと思っておりますね。そんな感じで大丈夫かな。あ、その大人面っていうことだと夏窓ジーナがいるからいい感じに締まるんだよなって ツイッターツイートしてくださってます。ありがとう。岩崎本舗の角煮まんじゅう美味しかった、ありがとう。いっぱい食べてください本当に。嬉しいですね、こうやってなんか随時反応が来るっていうのもすごく新鮮な気持ちです。生放送ならではって感じがしますね。皆さん聞こえてますか。聞こえてますよね。聞こえてる。お、聞こえてる。早いなみんな反応、はーいって来てますよ。すごい嬉しいです。ぜひぜひたくさんツイートしてくださいね。トレンド入りしましょう。それでは次の曲をお送りしましょう。どうぞ。 HKT48 でバグっていいじゃんでした。この曲が発表された時は聴くのがすごく辛かったんですけど、今となってはすごくいい曲だなと思っています。歌詞が染みます。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。送り先のメールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8 @fmfukuoka.jp です。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから HKT48 チーム K4 の森安まどかが FM 福岡本社スタジオから生放送でお送りしています。続いてのパートでは生放送恒例となりつつある生電話です。
早速電話をかけてみましょう。つながりますかね。つながるかな。もしもし。もしもし。もしもし。はい。お、誰ですか。田中夏実です。イエーイ。今日は夏みかんですね。まどちゃん。夏みかん。頑張ってる？頑張ってる。生放送すごく緊張してる。すごい。え、これ生？そうだよ。じゃあダメだね。これおパンツとか言ってダメなやつ言ってるから言ってるからこれもうダメなやつ、ね、FM 福岡なんで FM かもう流れちゃってる、ね、ちょっとやめてくださいね。本当にこれダメなやつか。ちょまずいこと言ってくださいよ。 P とか入らないパティのやつね。ですね。もう生なんでちょっとすごく焦ってますね、スタッフさんがかける人絶対違うからマジでいや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 今回は生の時私ダメよ。そうなの。生放送ダメなの。ダメダメダメ。え、だって今回はさ、あれですよ、はい、初ランクインメンバーということで。そうですよ。かけてるわけですよ。ね、終わりましたね、やっと。もうどうでした？まずは感想。いやもう本当にちょっとね、今回はまたダメなのかなって諦めてたので、うん、もう本当まさかのまさかでメンバーもびっくりという結果なので、でまだ余韻に浸ってますね。本当に本当にすごかった。本当にもう未だに結構引きずってます、うん、もうあの余韻を。なるほどね、余韻をね、うん、すごい。まだ余韻に浸ってる夏みかんですけれども、はい、今回はねちょっと趣向を変えて、うん、テーマトークがあるんですよ。でお題が今ですか。そう、お題が今あるんだけど、え、本当にぶっつけ本番だよね、はい、うん、そう、本当に何も聞かされてなくてマジで怖い。もうここにね、あの何十個と トークテーマがあるんで、マジかよ、うん、ちょっと選んでいきたいと思います。夏みかんにぴったりっぽいやつだよね。うん、うん、とはい、いきます。はい、トークテーマ、辛かった仕事。辛かった仕事ありますか、何か。辛かった仕事か、あ、でもたくさんあるね、うん、下手者とかそういうのをたくさんやってきたけど。そうだよね、うん、でも辛そういうの辛いけど、まあ、うん、どこか美味しいなって思う部分もあるじゃないですか。ぶっちゃけてるじゃないですか、うんうん、本当に。でも本当に辛かったのは、うん、なんか AK ビンゴで、うん、なんか自分が映画を作るみたいな企画があって、うん、でなんか私の、うん、考えたその脚本みたいなやつに、うん、主演としてパルルさんが演じてくれたんですよ。ちょっと待って、やばいですよねマジで。え、それは相当なプレッシャーがありますよね。本当ですよ。で、うん、なんかそのパルルさんももともと演技うまいからだよね、今女優さんとして本当に言うことなくて、うん、もう本当にありがとうございました感じだったんですけど、うんうんうん、なんかテレビ的に私がパルルさんに指導してる絵が欲しいと。え、ダメ出しみたいな。はいはいはい、もうそう、なんか監督的なね役割をしてほしいって言われて、うんうんうん、パルルさんに、うん、もうちょっと表情ちょっと変えれるかなみたいな感じで、ほんとお前誰だよみたいな顔が、暴言だよ暴言、うん、本当にもうずっとしんどくて。それはきついね。そう、精神的に来たのはその仕事だったかな。その身体的なことではなくて、うんうんうん、体力的なことではなくて精神的に来るね。本当にメンタル、もうパルルさんのお前誰だよみたいなもう目がずっと忘れられない。いやそれはすごいね。それは辛かった仕事、はい、確かにそうだ。辛かった。基本先輩と絡むときはね、うんうん、なんかこうスイッチ入れてるから。うんうんうん、そうだよね、結構先輩、うん、なるほど。カトレナさんとかと仲いいですよね。そうそうそう、カトレナさん。選挙終わったなんか、うんうん、こう高校生になって、うん、なんていうの、気使えるようになっちゃったから。なるほど。そう、 そういう仕事がちょっとね、怖くなっちゃった。分かるようにちょっとなってきちゃった。うん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 。それはすごいな。いや面白い話でした。よかった。さすがですね、こんな生放送でさ、うん、全然何もさこっちから言ってないのにさ、ぶつけ本番でこんなすごいエピソードトーク出るってさすがですね。だって誰も教えてくれないんだもん。誰も教えてくれない。うん、窓からするから。いや、ごめんなさい、本当に突撃で。いやいやいや。という感じで、じゃあもう少しでいいかな。じゃあ最後に何か言い残したことないですか。最後に言い残したことですか。ごめんね、バタバタね。いや、またもう FM 窓か呼んでください。あ、もうぜひぜひ来てください。なんかあのこのラジオ出たら次呼ばれるの2年後ぐらいになるのちょっと感じてるんで、ね、はい、そうだよね。いつもさ、なんか準レギュラーでとかいう話してるのにさ、そうだよね、盛り上がって上げるだけ上げられて3年後みたいな、その時だけなんだよね。そうなんだよ。そう、今結構ね4期生とかでいろいろね、うん、いっぱい来てくれますんで。本当ですか。もうぜひぜひ近々来てください、うん、はい、待ってます。はい、
じゃあいいですかね。じゃあバイバイ、またね。ありがとうね、頑張って、うん、まどちゃん引き続き。はい、頑張ります。バイバイ。はい、バイバイ。はい、夏みかんでした。ツイッターが面白いことになってる。ハロロさん、てんてんてん。上から夏みかん、うまいですね。高校生になって気を使えるようになった夏みかん。じゃあ次の方、次のメンバーに電話がつながっているということなので呼んでみましょうか。もしもし、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 この声は花です。花です。花ちゃん、花ちゃん、そうです。花ちゃん、元気ですか？元気です。元気だよね、このテンションは。はい、でもめっちゃ緊張してる。え、緊張してるの？はい、そうだよね、生放送だもんね。はい、生放送緊張する。緊張するよね、私もすごく緊張してる。一緒だ、うん、一緒だ。花ちゃん、総選挙終わりまして初ランクインということでしたが、はい、そうなんです。どうでしたか、今の気持ちを一言。めっちゃ嬉しかったです、ね、本当に。笑顔がもう、ね、はい、いつも以上に弾けてね。そう、もうその日はもうずっと笑顔なくらい嬉しくて、うんうん、もう本当に嬉しかったです。本当ですか、もうその喜びがもう伝わってきます。あ、もうツイッターでね、みんなが今実況してくれてるみたいなんだけど、はい、実況してくれてるんだけども、すごい元気だなぁと。花ちゃん元気だなぁ、花ちゃん嬉しい。そうです、元気です。できてますよ。はい、今回はね、あの、はい、初めての試みなんだけど、トークテーマを決めてからちょっと生電話してみようっていう、はいはいはい、はいはい、話なので、はい、ちょっとお題決めていいですか？今いっぱいあるんだけど、この中から。はい、わかりました。なんだろうな、緊張する。花、そうだよね、もうぶつけ本番だもんね。なんだろうな、はい、なんだろう、ちょっと待ってね。じゃあ最近、うん、変わったと思うことあるかな。か、難しい。変わった、変わったと思うこと。変わったと思うこと、何でもいいよ。もう変わってるな自分とか、あ、最近こういう変化があったなとか、もう変わった。多分自分的にはなんですけど、うんうんうん、あんまり、うん、その緊張するって言わなくなった。あれ、さっき言ってましたよね。あれ、いや、さっきは言ったんですけど、うんうんうん、そのなんていうの、いつも舞台上とかでも言ってたけど、うんうん、あ、公演の時とか、うん、そう、控えめにしてる。もう緊張してるけど言わないようにしてる。あ、意識的にそれはしてるのかな。そう、してるんですけど、うんうん、もう声に出さないようにしてます。あ、実は緊張してるんだよってこと。じゃあ、そうです、そうです。あ、そうな、え、それは偉いね。でもなんか、うん、みんなにいつも嘘だって言われるから、うん、もう言わないようにしてます。そうだよね、花ちゃんって緊張伝わりづらいよね。はい、そうですか。いや、そうそうそう、だっていつもさ、なんかほのぼのってしてるじゃん。あー、まあ確かに、でもすっごいドキドキしてます。ドキドキしてるんだ、はい、実は。それをめっちゃ喋っちゃう。あ、ほ、あ、え、じゃあ緊張してる時ほど喋っちゃうの。そうなんですよ。じゃあ、その間が怖いっていうのはあるよね。でも確かに。そうなんです、そうなんです。わかるわかる、自分で途切らせないようにさ、緊張。そうなんですよ、わかるよ。緊張しちゃう。あ、みんなが、花ちゃんはセンター経験して成長してるよねって書いてくれてる。お、嬉しい。いやー、すごい、嬉しい。もっと頑張ります。頑張ります。夏みかんの次は花ちゃんとか、はい、レナッチ選抜かよって書いてるよ。あ、ほんとだ。ほんとだよね、でも確かに、確かにそうだよね。はい、レナッチさんに、そうだよ、はい、確かに確かに、さすがですね、レナッチさんですね。ねえ。いやー、じゃあもう一個ぐらいテーマいけるかな、はい、もう一個、じゃあパッとしてるやつ、はい、どうかな。なんだ、パッとしてるやつね。緊張する。今一番欲しいもの、今一番欲しいもの、うん、ある。皆さんの愛。あ、天才、100点。イエーイ、アイドル。イエーイ、100点ですね。しかもスパッと終わってくださって、はい、もう生放送のことまでね、頭に入れて考えてくださってる。ちょっとドキドキしましたけど。さすがですよ。じゃあもうすぐ、もうそろそろ、じゃあ、はい、切れるということですけど、どうでしたか、はい、どうでしたかとか言い残したことある？生放送初めてだったので。うんうん、あ、本当？はい、だからすごい嬉しいです。そうだよね、F窓もいつも来てくれるとき収録だもんね、はい、そうなんです、そうなんです、うんうん、
じゃあぜひね、引き続き頑張ってください、うん、はい、頑張ります頑張ります、はい、じゃあね、またね、はい、バイバイ、ま、うん、バイバイはい、ということで夏みちゃん、夏みかんと花ちゃんでした、イエーイすごくね、二人ともなんか頑張ってねって言ってくれて嬉しいです。夏みかんも花ちゃんも総選挙終わった直後に一緒になんだ抱き合って喜んだ仲なので、すごくなんだろう、その時の気持ちを思い出して私までなんだろう、テンション高くなっちゃいました。嬉しい気持ちになっちゃいました。はい、それではですね、次の曲をお送りしましょう。この曲です、どうぞ。お送りしたのは HKT48 最高かよでした。 F 窓、HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、 HKT48 チーム K4 森安窓かが本日は生放送でお送りしています。皆さん、おーい、あっという間にもうエンディングがやってきてしまいました。早い。ここで本日いただいたメールをご紹介しましょう。渡辺さん、ネームチョロイマロさんからです。今日は生放送ということで、あえてリアルタイムでメールを送ろうとワクワクしていました。モリポ、オープニングから総選挙の順位を間違えるあたり、緊張を隠しきれてないですね。ごめんなさい。そして早口言葉、二代目ハルッピの称号も見えますね。かっこ笑い。そうかな。先日の場面でね、やや体調が悪いと書かれていたし、少し心配だったのですが、のっけから楽しそうなモリポの声が聞けて安心しました。モリポがいっちゃん可愛いよーということです。やったー。でもチョロいんじゃないの？チョロいって書いてるよ。モリポはいっちゃん、ちょっと信用なっていうか、まあ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 、早口言葉はちょっとそんなつもりなかったんですけどね、おかしいな。まあ全然うまくいきましたよね、個人的にはなんかやっぱこういうメール来るとあれですよね、あの総選挙以降、確かにあの生でリアルタイムっていうかで、あの皆さんと過ごせる時間っていうのはなかなかなかったんですよね。だからすごく嬉しいです。今のリアルな気持ちを伝えられますね。ラジオネームうつぼさんからもいただいています。まどかちゃんにとって飛躍の総選挙となりましたが、発表された時に、指原さんと手を握られていましたが、何を話されていたんですか、また待っている間何かお話しされていたんですか、というメッセージです。はい、サッシーとはですね、なんだろう、 VTR とか映像が流れている間に、サッシーが前の席に座ってて、私が後ろの席に座ってたんですけれども、すごく不安だったんですよ。で、私が不安な表情してたら、時々振り返ってくれて、そういう間にですね、映像中とかに、で、大丈夫だよ大丈夫だよって声かけてくれたんですけど、もう私はもう本当に、なんだろう、正直諦めてたので、特に33位の目標順位33位の発表が終わった後は、特にもう本当に諦めてたので、あ、もう本当にダメですダメですとか言ってから、サッシーにもう本当にごめんなさいごめんなさいって言って謝ったり、もうすごい不安を吐露してたんですよぶちまけてたんですよ。もうなので、それもあってから、サッシーも私が呼ばれた時すごく喜んでくれて、その後も連絡取ったんですけど、すごく良かったって、安心したって、もう本当にね、私がすごく不安そうだったから本当に良かったっていう風に書いて送ってくれたんでなんか良かったなと思いましたそんな感じかな。こうやって逃走中に書いてくれたメールを読めるっていうのが生放送の醍醐味ですよね。嬉しい。続いてラジオネーム、渡辺さん、ネーム鉄鉄さんからいただきました。公約のショールームでディナーショーができると思うのですが、どんな感じになるのか、構想はもうあるのですか。ディナーショー、今、マネージャーさんと相談中ですでも選挙が終わって次の日に水着サプライズっていう、これも恒例なんですけれども、その撮影があった時にですね、集合場所に行ったらマネージャーさんがいて、マネージャーさんからちょっとディナーショーのショールーム公約のやつ考えなきゃねってニヤニヤニコニコして言われてすごくなんかそういうこと、もう一つ一つにありがたいなと思いましたね。だってそんな目標順位を
超えられるなんて本当に思ってなかったから、もうすごく嬉しいサプライズでした。皆さんのことを信用してなかったんじゃなくて、もうとにかく自分に自信がなくてネガティブだったのでそう思ってたんですけど、でもね、3年前はなんだろう、ネガティブが悪い方向に行ってたけど、なんだろう、今年はなんだろうな、皆さんとそうやってなんだ、より二人三脚になれたというか、皆さんにはすごくたくさん心配かけたんですけど、そういう風に目標順位超えれてよかったと思います。スタートダッシュも遅かったのに本当にごめんなさい。たくさん負担をかけてありがとうございました。それでは今日最後のメッセージを紹介していきます。渡辺さんネーム離れ小島から来た男さんからいただきました。まどかちゃん総選挙お疲れ様、そして31位おめでとう。昨年から19位のランクアップはすごすぎます。HKT48 としては去年より2人ランクインメンバーは減ったものの、16人は立派だし、はなちゃん、あきちゃんのフレッシュメンバーのランクインや、サッシーの、サッシーの3連覇もこと書かないですね。ところで突然ですが懺悔します。僕は HKT48 を応援して5年が過ぎ、F マドも欠かさず聞いていますが、最初に HKT を見た時一番苦手と感じたのはまどかちゃんでした。その美貌とキリッとした表情、ピアノを弾くというお嬢様的なイメージ、なんか遠い世界の人みたいで、でも好き好きスキップの善悪で握手したり、テレビを見たりするうちに明るい表情や年相応のはしゃぎ方、いつの間にかまどかちゃんへの苦手意識消えていました。今思えば笑顔が少なかったのは緊張していたからなのかなと思います。本当のまどかちゃんは笑顔が可愛くて気遣いができるいい子だと思っています。これからも聞きますね。ではということです。ありがとうございます。もう照れちゃいますね、恥ずかしい嬉しいです。なんだろうゲストメンバーがいたらちょっと変に、なんだろう、いじってくれたりするから逆に恥ずかしくないんですけど、1対1っていうか1対みんなだとすごくなおさら恥ずかしく感じちゃいますでもこうやって、なんだろう、今日はすごく素直な気持ちを皆さんに伝えられたのでよかったんじゃないかなと思います初めて言うこともありましたしね、今日初解禁の出来事もありましたしなので、もう少しでもう本当に終わり時間なのかな、本当に終わりですよね、もうあと何十秒ということですよじゃあもう終わり締めましょうか。まだ締めない、時間いっぱいまで本当に皆さんありがとうございました。とっても楽しかったです。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、ここまでのお相手は HKT48 チーム K4 森安まどかでした。聞いていただきありがとうございました。また来週、バイバーイ。なんか名残惜しい。バイバーイ。またねー。実況もありがとう。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。本当にありがとうねー。あと10秒あるってよ。みんな本当にありがとう。大好き。恥ずかしい。